ではリクエストがありました便秘に効くツボをご紹介しようと思います。すでに書きましたので、はい、ここですね、腸骨がこのようにありまして、ここに、まあ、腰椎ですね、骨がありますね。で、この赤い方、これ大腸湯と言いますけれども、大腸の働きを良くするツボですね。ここをギューッとしますね。この腰椎のところと腸骨のところと、そのちょうど両方の間のくぼみがあるところですね、こう腸骨をたどっていって、で背骨もこう出っ張りがありますので、手たどっていって合わせるところで、こういう形で押しますね。力加減いかがでしょうか。まあ大丈夫です、これぐらいで。はい、はいはい。で、その大腸湯から指2本分ほど下ですねに小腸湯があります。ここもまあ同じような感じでじわーっと押して、じわーっと抜きますね。これを数回繰り返してください。で、またですね、以前にもご紹介したことがあるかもしれませんけれども、ちょっとモデルさん、お尻を上げる形で膝曲げてちょっとこうやっていただいていいですかね。ちょっとお尻を高く上げる形で、で上体は下ろすという感じで、そうですね、そうですね、まあ、そういう感じで猫が伸びをするような形になっていただいて、はい、でこのここ仙骨のところを軽く叩きますね、はい、これが大腸直腸刺激になりますので。排泄を高めますね。排泄欲求というか、腸がこう蠕動運動が行われますので、こう朝が一番本来便が出るタイミングですので、うん、寝起きの時にこういう感じでこうお尻上げた状態でちょっと手を伸ばしていただいて、ちょっと体硬い人だとできないかもしれないですけど、自分でこっちの方を叩いていただきたいので、はい、ここを、まあ、ちょっと細いですね、トン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 ってこういう感じで痛くないぐらいに、そうですね、こういう体勢取っていただいて、まあ、こうテントントントンと自分で、まあ、叩くというふうにすると便が比較的出やすくなりますね。はい、それとお腹側にもツボがありますので、お腹側も見ていきますね。はい、はい、失礼いたします。でもここにも書きましたけれども、おへその指3本分外側に天枢というツボがありますですね。グッドポイントで押すと痛いかもしれないので、痛くないようなやり方で、こんな感じですかね。苦しくないですかね。はい、はい、片側ずつでもいいです。お腹が張ってる方はグッと押すと痛いかと思いますので、片側ずつでも両側でもいいんですけれども、同時でもいいんですけれども、きつくないぐらいで、手をこう自分でちょっと手当てる場合にはこう指先ちょっと揃えて、点数指先ここですね、はい、でこう回すような感じで押したりとか、はい、なんか両方ありますので、ここですね、こういう感じでちょっと押し当てて、ま、回し揉んだりとか、そうですね、まあ、ちょっとこうこういう自分で、まあ、いい強さとか押し方をちょっと工夫していただいて、まあ、腸の刺激になりますね。このような感じで押します。で、この下に第5というツボ、こちらも指3本分ほど下ですね、
ちにも大根というツボがあります。これもさっきと同じように、ただこう結構ちょっと下腹のところですね、痛いこともありますので無理に押さずにですね、様子を見ながらゆっくりと押していってください。どうですかね、加減は。大丈夫です。大丈夫ですか、はい、はい。お腹全体をこう手のひらで当てて回すようにしたりとか、こういう座呼吸運動っていうんですけれども、こういう動きですね、親指側にこう小手の方を当てて、この指先の方を当ててと、こういう動きですね。これをこうお腹全体に行う。苦しくないですか？はい、大丈夫です。はい。これも腸を動きを良くする、お腹を整える働きがありますね。こういうこともやるのもいいですね。はいはい、で今度は足ですね。ここに黒い線を描きましたけれども、これ脛骨、すねの骨のところですね、骨がこうあります。硬い骨の内側ですね、内すねのところに排泄を促すツボがありますので、これくるぶしからだいたい手のひら一つ分というか、横幅指5本分ぐらいですね、上に上がったところにツボがあります。婦人の三里、がありますので、すごくそこは痛い、痛いですね、はい。ここは水分、足がむくんでる方とか冷えてる方は痛いんですね。血の質が悪い方は痛いんですけれども、こういうところを押すことで腸の刺激になりますね。排泄が、高まります。でこの骨の内側一帯がこの飛型のラインになってますので、このように感じでくるぶしから上一通り押しておくとなおいいですね。そして足の裏ですね、ちょっと反対も、はい、ここに書きましたけれども、この土踏まずのところに土踏まずが胃になっていますね。そしてここが赤い部分が腸ですね、大腸ですね、上行結腸があって、横行結腸があって、ね、下行結腸があって、筋結腸があって、こういう腸がここらにあって、この内側が小腸になってます。で、ここが骨盤ですね、かかとが。なので、この、特に、便秘の際には、土踏まずからかかとの方に向かって、この土踏まずから下、かかとの方まで、というのが特に、ほぐすべきポイントになりますので、こういったところを、いつもちょっとリフレで やりますけれども、ちょっとお手軽にできるようにつけずにやっても OK です。こういう感じで挟むようにして、胃に当たる部分ですとか胃から腸の方ですね、胃のあたり一帯を叩いたり、まあこういう感じでしごいたりして、あるいはですね、こういうふうにしてお尻とかで。
自分で行う場合には実はこれ結構簡単な方法があって、ちょっとモデルさんの状態を起こしていただいていいですか。はい、はい、ここにかかとで踏んで刺激しますね。お尻浮かしてください。はい、浮かし、お尻浮かす、はい、これでこうグッと入りますよね。はい、入ります。はい、でこれをこういうふうにこう膝をこういうふうに左右にこう振ったりしてグリグリっとしますよね。しますね。はい、これをちょっと位置変えながら、まあ、こういうふうに踏んだりとか流したりとかする形で左右をですね入れ替えに、こういう感じですね。こう膝のところを支えておいて、ここで股関節を柔らかくする作用もありますので、こういう形で足の裏踏んで刺激すると手が疲れなくていいですね。はい、まあ、こういう感じで叩くだけだったら、ここを上に上げる感じで、なるべく上に上げて面が出るようにして、両足が一緒にやりづらければ片足ずつでも、はい、こういうふうにすると上向きますよね。はい、上向かしてこういうふうに叩いたりとか、でぐっと拳、ここの小面でですね、こうで手首を支えといて、ぐーっとこれ結構ぐっと入りますよね。はい、でちょっとこう拳をぐるっぐるっとするようにすると気持ちいいですよね。はい、はい、こういうような感じで手首とか体をうまく使ってですね、指でこうやって一生懸命やるのはすごく 手がね痛くなってきちゃうとか力がなかなか入らないっていうのがあると思いますので、体重を使ってぐーっぐーっとこれのしかかるようにするだけでグリグリっとこう拳のこの硬いところがねいいツボ刺激になってくれますので、楽にで、まあ、足変えてですね、こ両方もこういう風にさっきみたいに踏んだりとか、踏む時もですねこういう風にこう足をこういう風に重ねる、ここかかとで指先でこういう風に重ねるやり方とこういう風に重ねるやり方があって、また流れが変わるというか向きを変えることによって刺激される場所とか動きが変わってきますので、このようなことをして、この土踏まずから下かかとの方を向けて、まあ、このように叩いたり手首でこういうふうに肩骨でですねゴリゴリっとこうすると、気持ちよく楽に足の裏の刺激ができますね。はい、こういう感じ でさっきのこの内すねの部分ですけど、ここもね実はこう足でできるんですね。こういう感じで痛いんで気をつけてくださいね。はい、はい、この手で片手添えておいて、でどうですかね、こういう感じで踏むと刺激されますね。はい、はい、結構きつく感じますね。きつく感じますね。そしたらこっちの方に何て言うんですかね、手ちょっとこうお尻をあんまり浮かせないようにするとかして、まあ、入り具合をちょっと調節していただいて、こういう感じでこうちょっとさす、こう内側さするとかですね、こういうふうにこうちょっと乗っかかってかかとで、押し揉むとかですね、はい、すると手でやるよりも、はい、楽に刺激ができますので、やってみてください。では以上ですね。はい、ありがとうございました。